あなたに和食のうまみを伝えたい、和食のうまみのタキです。今日は新じゃがを、ね、使った料理を作りたいと思いますが、中でも、ね、甘辛煮、ね、こちらの、ね料理を作っていきたいと思います。今日のポイントは一つ。今日は新じゃがを、ね、使うんですが、新じゃがの皮は剥かないというのが今日のポイントになります。はい、それでは、出汁をね取っていきます。今日もね昆布とカツオを使って出汁を取っていきます。鍋底から、ちょっとここ気泡が出てきましたので、このタイミングで、昆布取り出します。かつお節を入れていきます。でこのままね、1分から2分ぐらいじっくりかつお出汁を、取っていきます。はい、それではね、かつお節を入れて、2分ほど経ちましたので、ここでね出汁をこしていきます。熱いのでねゆっくり入れてください。やけどしないように注意をしてください。はい、かつお出汁とね昆布の出汁が取れました。非常にねこう綺麗に出汁が取れています。はい、それではね、今日のポイントとなる新じゃがなんですが、皮をね剥かないということでね、お話ししましたけど、じゃどういうふうに、していくかというところなんですが、まずねこの土のついた状態ですね、新じゃがこれを今からこういったねガーゼでこすって表面の、泥ちょっと取っていきます。でたわしとか、そういったものでもねいいんですが、あまり強くこすってしまいますと皮が剥けてしまいますので、あまり強くこすらないように、優しくね、泥を取っていくようにしてください。はい、ちょっとこすっただけでねしっかり泥取れますんで、ぜひね試してみてください。はい、ではね、先ほど洗いました、新じゃがですね、こちらをカットしていきます。今日はね甘辛煮なんですが、今日はねこのちょっと小さめのサイズですので半分ぐらいに切っていきたいと思います。はい、新じゃが、ね、今カットしました、半分にカットしましたが、この後ねお水にちょっとつけておきます。アクがねどうしても出ますので、必ずねお水につけて、で調理する前に一度ねしっかりこの水気を拭き取って、それから調理をしていきたいと思います。はい、それではね甘辛煮、作っていくんですが、今ねフライパンに油を引いて、フライパン温めてます。で温まりましたら、先ほどねカットしてからお水でさらしたじゃがいもを入れていきます。ここでね初めにフライパンでね加熱、じゃがいも加熱してますけども、この後ね、甘辛煮なんで、煮込んでいくんですね。その時に煮崩れを、なるべくね、したくないっていう時には必ずこの焼き目をつけることで、煮崩れ防止になりますので、初めにねちょっとこうフライパンで、火を通して焼き目をつけて、それから、煮込んでいくと、美味しい甘辛煮ができます。はい、それではね、じゃがいも、よいしょ、どうだろう、焼き目がね表面にこうついてくれば、これでね、カツオのだしを入れて、煮込んでいきたいと思います。はい、じゃあカツオだし入れていきます。はい、で、目安としてはこの後ね竹串を刺して、じゃがいも、新じゃがいもにスッとこう、入っていくぐらい、しっかりね火を入れていきたいと思います。カツオだしを入れたら蓋をして弱火でね、煮込んでいきます。はい、じゃあねちょっと新じゃがの火の入り加減を確認しますね。うん、だいぶねもう火が、入りましたので、ここでお砂糖入れます。あとお酒ですね、お酒入れます。もう2分ぐらい加温をしていきます。はい、じゃあね2分ほど経ちましたので、あ、いいですね、ここでもう一度ね、
火加減、火の入り方、あ、もういいですね、もうだいぶ火が入りました。で、ここでお醤油入れます。なるべくこの汁が、ね、少なくなるまで、しっかりとね、味を染み込ませていきます。はい、じゃあお醤油を入れてね、ある程度出汁の方が、少なくなってきました。で、ここでね、仕上げの、みりんを入れていきます。はい、あとはもうしっかり出汁がなくなるぐらいまでね、しっかりと味付けをしていきます。はい、もうね、しっかりと出汁がね、新じゃがの方に染み込んできましたので、これでね、火を止めて、完成となります。はい、それでは新じゃがの甘辛煮完成しました。かなりね、しっかりこう味が入っていそうなんですが、まあね、実際に食べてみたいと思います。はい、いただきます。はい、あ、柔らかいですね、柔らかくふわふわですね。あ、はい、じゃあいただきます。うん、おいしい。うん、あ、これは、うん、新じゃがの甘さがね、あの、そのまま残ってますね。で、甘辛く煮てるので、この新じゃがの甘さとちょっとこの醤油の、香ばしさというか、そういったものがね、非常にこうマッチしてますね。これは非常に美味しいですね。ぜひ皆さんもご家庭で作っていただきたいと思います。美味しいです。今日の料理はいかがだったでしょうか。また作ってほしい料理がありましたら、コメント欄の方からお願いします。今日はありがとうございました。